お世話になります。ひとりでございます。今回はですね、伝説ポケモンの専用アイテムあると思うんですが、例えばアルセウスの精霊プレートだったり、ザシアンの朽ちた剣とかね、そのあたりかな、一番みんなが欲しいのは。まあ、それらをね、すべてゲットして、で、フォルムチェンジとかのアイテムの場合は、まあ、それ使ってね、実際どうなるかやってみたいなと思います。ゲットできる場所はどうやらね、マリーナードタウンの競りでゲットできるみたいですね。で、どうやらここで、あ、猛毒プレート好き、よっといでっていう感じで、出てるらしいので、出てますね、実際。なので、これで買って、手に入れるっていう感じになります。で、まだね、ちゃんとね、開拓されたわけじゃないんで、わかんないですが、一回なんか手持ちに入れなきゃいけないみたいな話もあるんで、ホーム解禁されてボックスに送るだけじゃなくて、もしできなかったらね、手持ちに入れてみるなり、ちょっと工夫してみるといいと思います。ということで、まあ、そのあたりはちょっと確定じゃないんでね。まあ、それで、こんな感じで、買うことができると。ちょっとやってみましょう。いくらなんだろう。OK。4500円。次もいいもの揃えておくからね。ということで、はい。ということで、あ、そのまましかも、あれですね。何回もずっとできるっていう感じかな。うわー、これは相当大変ですね。プレート系めっちゃあるから、相当大変だ、これ。あ、ただ、これなんか、ツイッターとかでも見たんですけど、連射コンでできるっていう感じですね。実際、これ、A 連打だけでできるんで、できますね。いけますね。よかった。そういう仕様にわざわざしてくれてるんだと思います。7500円ですね、プレートは1個。で、またここで、もののけプレート。で、これなんかどうやらですね、しかもこれ参加する、やめとくすると、あ、大発金玉、来ましたね。っていう感じで、違うのも出てくると、いう感じなんで、買いたくなかったら買わずに、あそこでやめておく押して、リセマラというか、まあそういうのもできるという感じですね。あ、大発金玉早速来ましたよ。いや、だからこれ相当、めんどいっちゃめんどいっすね。だいぶ。7500円だった。大発金玉も。で、悪の掛け軸。これ多分、ウーラオスの進化のやつですね。まあちょっとどんぐらいかかるのかね、ちょっとやってみたいと思います。厳密な計測はちょっと難しいんですけど、途中からなんでね、まあ、とりあえずここから連射コンでやってみたいと思います。いけるかな。はい、ということで終わりました。だいたい12分ぐらいかな、かかりました。だから結構早かったですね、思ったより。まあさすが伝説のポケモンの数そんなめっちゃ多いわけじゃないですから、うん、そんぐらいで揃うけど、まあめんどいっちゃめんどいっすね。で、終わったらここの人消えましたんでそれが合図ですね。で、実際どのアイテムかというと、見ていきますと、まずはこのあたりですね、大混合玉、大白玉、大白金玉あたりですね。あ、で、朽ちた剣、朽ちた盾、プレート系、まあ、こんだけたくさんありますよと。あとね、白金玉、混合玉、白玉で、それで体質のもので悪の掛け軸、水の掛け軸、まあこれはあれですね、ダクマ進化のやつで、絆の手綱もあって、写し鏡あって、今しめの壺っていう感じですかね。はい、じゃあフォルムチェンジの方もやっていきましょうか。まず悪の掛け軸からやってみましょうか。これを使うと、いやー、全然進化変わっちゃったね、やり方。てか、もともとどういう風にやってたか忘れちゃったよ。まあ、塔を登ってやるって感じか。だから修行せずいきなり掛け軸が現れるってことだな。はい、これ進化するって感じだね。なるほどね。特殊演出って感じでもないんだね。暗黒強打しかもすぐ覚えるというね。で、さすがにこれで、ああ、もう一回進化させちゃったらもう終わりっていう感じだから、そこはあれだね。はい、ということで次、絆の手綱、いきましょう。使う。これで使うと、マドレックスと相棒を合体させることができるんだよね。はい、これで、ああ、これでさらに選択していくと。あ、なるほどね。ああ、見えない見えない。待って待って、見えない。あ、一気、ね、ま、待って待って、そんな簡単に？え？そんな簡単？あ、絆の手綱で、もう一回解除もできんの？もう当然できるよね。できて、どうやってやんだ？あー、そんな、あ、さっとなるんだね。結構でもいいね。なんつうんだろう。無駄な時間かかんなくていいね。これでさっと、スッとなる。あ、なんか進化みたいに、あ、ちょっとはみ出てるし、めっちゃ。
なるほどね。かっこいいね、でも。かっこいいですね、本当に。で、次、映し鏡使っていきましょう。はい。代表、ラブトロス行きましょう。どうせならね。はい。あー、これもサクッと。あー、すごいサクッと変わるね。当たり前かのように変わるんだけど。まあそんなもんか、でも。はい、いいね、いいね。まあでもちゃんと別の姿に変化するところを見れるっていうのがいいね。はい、じゃあ次、今しめのツボやっていきましょう。はい。これ結構ちゃんと、あーでもサクッとか。見えねえんだって、だから。うわー、でもいいね。めっちゃ、めっちゃいい。強いよ。いや、こいつポケモンじゃねえな。はい、これでもう一回使ってみて。あー、ちっちゃくなった。カメラワークがさ、ここだからかな。じゃあ次ね、道具の方からやる。大根大玉でいくか。使う。あ、使う感じじゃないんだ。持たせる感じか。持たせて、持たせたら変わんの勝手に。あ、持たせたら、あ、買って、あ、こういう仕様なんだ。なるほどね。またちょっとカメラワークが悪いよ。うわー、いいね、いいね。この色違いだから、より。うわ、てか色違いが似合いすぎてる。めっちゃ似合ってんじゃん。うわ、なるほどね。そこ、持たせるだけで変わるんだ、サクッと。はい、こいつも持たせてみましょう。はい、パルキア。わお。あお、いいね。パルキアやっぱいいですね。これも一応色違いなんだけど、あんま色違い感ないね。一応色違いだよね。色違いなのに、あんまわかんねえわ。はい、大白金玉持たせていきましょう。白金玉間違えて持たせちゃったんだけど。はい、これで持たせていこう。はい、こいつも色違いですよ、ちなみに。はい、どうなる？おい、まあ、もうこれはね。まあ、これはね。これは皆さんご存知みたいな。じゃあ次、朽ちた剣を持たせてみよっか。まだこれ、この時点で変わらないんだよね。だからこれ出さないとわかんないから、持たせて出してみよう。朽ちた盾持たせて。で、あとは、あ、そうだね、プレートを持たせてみよう。火の玉プレート持たせてみよっか。はい、持たせて。はい、ああ、ここでも変わるのか。あ、その演出もあるんだ、いちいち。おい、いいじゃん。あ、なんか、黄色がちょっと、黄土色っぽい感じになった感じだね。コアモテは？コアモテプレートを持たせると、ああ、まあまあまあ。まあまあまあって感じかな。プレートでしょ？精霊プレートなくね？精霊プレートないんすか？精霊プレート。精霊プレートがないですね。まだゲットしてなかった？あ、あったあった。ここにあるんだけど。めっちゃ遠いんだけど。なんで？精霊プレート持たせてみましょう。なんで？なんで？よくわからんが。イエーイ！あ、めっちゃいい色。めっちゃいい色。で、メロエッタは、そう、イニシエの歌で、フォルムチェンジということなんで、これを覚えさせていきましょうか。こいつだ！いや、簡単に勝ちすぎちゃうか。イニシエの歌。うわ、すごい。めっちゃ音楽じゃん。これ倒しちゃったら無理か？あ、進化する。あ、変化したわ。変化したわ。これでも一応。なるほどね。って感じです。いや、やっぱスカバイだとちょっと、あれだね。進行を早くするために結構あっけなくなってるな。じゃあ次、ザマゼンタで、行きましょう。はい、ザマゼンタ。あ、来た！うわ、あんまちょっと見えねえ。まあ、でもまあ、まあまあ。まあ、ザマゼンタはね。まあ、こんなもんでしょうって感じですね。はい、じゃあ次。はい、ザシアン、ラスト。はい、行くぜ。行け、ザシアン。おいー、かっこいい。ふぅ。かっちょええ。ザシアンはもう、いろんな角度から見たいです。かっこいいですね。まあ、こいつはフォルムチェンジっていう感じでもねえか。そんな。ムーンフォースいけ！バーン。耐えられたし。なんでやねん。